はい、こんにちは。斉藤明でございます。さあ、いよいよ今日からですね、本日東京オリンピック2020プラスは競技開始でございます。ってことはもうサッカーもあるわけですけどね。ここで私、まあ、配信ではね、何回も言いましたけど、事前公約を掲げようかと思っております。それは、今回、サッカー日本代表、森保ジャパンが、メダルを取れなかったら、斉藤明、丸坊主になりますと。まあ、本当はね、もう森保さんや、もう、久保くんなんかが丸坊主になるのも、いや、そこまでプレッシャーかけるなっていうかもしんないですけど、評論家の方の中には。もうメダル取れなかった丸坊主ってね、本来はその代表、ね、関係者がみんな丸坊主になりゃいいんでしょうけど、さすがにそれは問題ありでしょうから。いや、まあだったらメダル取りゃいいだけのことなんですがね、選手たちは。というわけで、私、まあ、備忘録のついででね、こういう動画上げさせていただきましたんで、まあ、結果が出たら、おいおい、やろうかと思っています。それでは、本日からのライブ配信ですね。ぜひとも、オリンピック期間中の毎日ライブ、お楽しみいただければなと思います。